ご存知ですか？さやごと食べられるスナップエンドウ、シャキシャキの食感と自然な甘みが特徴です。旬の美味しさをシンプルにサラダでどうぞ。スナップエンドウの簡単サラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずスナップエンドウはヘタと筋を除きます。塩を加えた熱湯で茹でます。茹ですぎないように注意して歯ごたえを残しましょうね。茹で上がったら冷水にとって冷まします。こうすることで鮮やかな緑色とシャキシャキ感が増しますよ。水気を切りましょう。スナップエンドウに生ハムを巻きつけます。パイナップルは粗く刻みます。材料 A と混ぜ合わせてドレッシングを作りましょう。器に生ハムを巻いたスナップエンドウを盛り、ドレッシングをかければ出来上がりです。意外な美味しさに驚かされますよ。おもてなし料理にもぴったりの一品です。ぜひお試しください。